時刻は13時を回りました。ワンファミリー平翔の夢実現ラジオの時間です。この番組では僕平翔が熱く夢を応援したいゲストをお呼びして夢について熱く語っていきます。ゲストの夢にさらに火をつけ、視聴者の心に火をつけ、関わるみんなの心に火をつける、そんな熱い番組になっています。今日も熱く夢を語っていきます。この番組では熱いメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginowan.com、 また FM ギノワンではツイキャスト、YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。 Twitter も連動していますので、たくさんツイートしてください。スマホやパソコンでも同時放送で視聴ができますので、スマホでしたらリスンラジオ、パソコンをお開きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時激発放送がお楽しみいただけます。よろしくお願いします。それではこちらで一旦 CM に入ります。お二人写真撮ってもいいですか？すいません、バタバタで。では行きますね。3、2、1。はい、バッチリです。ゲストさん、お名前お聞きしてもいいですか？西平ゆかです。西平さん、はい、はい、ありがとうございます。この後自己紹介振りますね。翔さん、はい、あ、大丈夫か？あ、大丈夫です。あ、では間もなく始まります。マイク近づいて。ワンファミリー平翔の夢実現ラジオ、本日も素敵なゲストをお呼びしております。自己紹介をお願いします。はい、はじめまして。はじめましてのラジオです。はい、初のラジオ出演ということで、はい、ドキドキしてますけど楽しみます。はい、はい、名前が西平ゆかです。はい、と出身が生まれも育ちも現在もうるま市です。で、家族が旦那さんと、小学校新1年生の男の子1人と3人家族です。で、趣味がファッション雑誌を見たりディズニーの映画見たりするのが好きです。で、職歴が、幼稚園の先生を3年やって、で、その後事務とか接客業やって、で、保育士7年経験して、今年4月からハッピーアクシス子育てアロマサロンオープンしました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということで西平ゆかさん、本日お呼びしております。イエイ。はい、はい、初のラジオ出演ということで、はい、少し緊張されてますか？はい、緊張してます。はい、でも一緒にね、このおしゃべり楽しんでいきたいと思います。お願いします。はい、ではですね、この今自己紹介していただいたんですけども、はい、この今年ハッピーアクシスという子育てアロマサロンをオープンしたそうなんですけど、はい、その、経緯というか、はい、その話を聞いていきたいと思います。はい、じゃあ、私幼稚園の先生3年やって、ちょっと子供を見る先生に憧れて夢を持って幼稚園の先生になったんですけど、現実と夢のなんかちょっとギャップを感じて、ちょっとやっぱり子供と関わる仕事厳しいかなっていうことで一旦離れて、そこで接客業とか事務とかやったんですけど、やっぱり子供と関わる仕事が大好きだと思って、また25歳の時に
保育園で働こうって決めてやってたんですけど、うん、子育てもしながら家庭も持って、いろいろなんか両立しないといけないことがいろいろ重なってしまって、うん、去年ぐらいからなんか自分の子育て法とか保育方法とかに悩み始めて、で、いろいろ自分なりに独学して勉強して、子育てってどんなのが一番いいのかなとか、うん、保育方法って一番どんなのが子どもたちって幸せになるのかなっていう、方法を探し始めて、そしたらこの保育の目標みたいな感じで大きな目標が、子どもたちの生きる力を育てていこうっていうのが保育の方針に、全部の保育園あると思うんですけど、うん、その生きる力っていう言葉になんかいろいろ疑問を感じて、うん、自分自身生きる力ってあるのかなみたいな、うん、生きる力でどうやって育んだのかな自分自身は、うん、っていう問いになんかいろいろまた悩み始めて、うん、そしてその悩み始めながらもこの生きる力を独学しながら、うん、自分らしくいたら生きる力って育ってくるんだっていうのをちょっとずつ分かり始めた時に、うん、なんか同時に旦那さんもこの生き方とかにいろいろ悩んでて、うん、そしたら旦那さんのお友達がこのワンファミリーの平野亮さんなんだけど、うん、でこの平野亮さんがこう大人塾を始めるっていうことで説明を聞くきっかけをもらって、うん、でそしたらこの説明を聞いたら夢を応援していく、うん、でこの夢に向かってワクワクして生きていったら、うん、絶対楽しくなるっていう説明を聞いて、なんかどこか共感する部分があって、うんうん、あなんか今感じてることとなんか共感できる部分がなんかたくさんあって、うん、お入ろうかなっていう、うんうん、きっかけがあって、うん、でその大人塾に入ったことによって、うん、またいろいろ自分の夢と向き合って、うん、であやっぱり自分って子供大好きだし、うん、この子供と関わっていくことが好きなんだっていうのが分かって、うん、でも子供と関わるのも大好きなんだけど、子供と関わってるお母さんたちの笑顔を増やしたら、もっと子供たちの笑顔はもっと増えるんじゃないか、うんうん、この子供と関わる全ての人が笑顔になったり、うん、ワクワクしてたりしたら、うん、子供がもっとワクワクして、うん、なんか楽しい世界になるんじゃないかっていうのを気づいて、うん、でハッピーアクシス、うん、で子育てアロマサロンを自分で起業することを決めました。なるほどなるほど。もうこの子供と関わってる大人がもう自分らしく楽しくワクワクしてる、うんうんうん、はい、そしたらもう自然と子供たちもそういう風になっていくなっていう、うん、そんな感じですかね、うん、はいはい、そんな感じです。じゃあゆかちゃんの、はい、自分らしさって、自分らしさ、はい、はなんか私考えすぎちゃうタイプで、人の目とかすごい気にするタイプ、うん、だからそれを何も考えなくて、なんか自分が本当にやりたいこと、うん、で何もこの考えないでパッて浮かんだことをすぐ行動にした時が、うん、絶対自分らしいっていうのはあるんですよ。だからあんまり考えすぎないのが自分らしさかなみたいな。なるほどなるほど。うんうんうん、もう感じたままに。そうそうそう、とか、うん、なんかこの楽しいところに、うん、自分がなんかワクワクするところとか、うん、いいなってポンって言ったら、うん、自分らしく絶対生きれるっていうのが確信できたかなって今思ってます。うんうん、なるほどなるほど。じゃあこの今ゆかちゃんの叶えたい夢とかってありますか？うん、はい、あります。聞かせてください。大きな、はいはいはい、一番大きな夢が、はい、ハッピー広場を作ることなんですけど、はい、このハッピー広場っていうところは、はい、なんか子どもも大人も自然とワクワクする場所で、うん、大人が楽しんでいる姿を子どもが見ることで、うん、子どももより楽しく自然に成長できる、うんうん、場所で、この場所は真ん中中央の広場に保育園みたいな感じで子どもがいっぱい遊んでる場所で、うんうんうん、で自然豊かで、うん、
子供がいっぱいいる場所で、それを取り囲んで建物があって、うん、その建物の中に大人が好きなことして、うん、その夢中になって、うん、なんかこの作品を仕上げたり仕事をしたり、うん、趣味なことをしたり、うん、もうワクワクしてるんですよ周りで、うんうん、で周りでワクワクしながら自分の好きなことをやりたいことをやっている姿を、うん、また真ん中で子どもたちはその背中を見ながら、うんうん、キャー自分のお母さんワクワクしてるって言って自分もワクワクして遊ぼうみたいな感じで真ん中で遊んでるんですよ、うん、でそういう広場があってそこには安全ロボットが宙を、うんうん、浮いてて、うんうん、安全に遊べるように、うん見回りしてくれてるんですよ、うんうん、でこのカメラとかやってて、うん、安全ロボットが、うん、で周りの建物のモニターに子供が成長してる姿もお母さんも見れながらみたいな、お父さんも見れながら、うんうん、自分の子供が遊んでる姿もチラチラ見ながら、うん、好きなことができたり仕事ができたり、うんうん、みたいな、な広場を作るのが大きな夢です、うん、あすごい素敵ですね。はい、なんかもうこの子育てをしている親も、うんうん、たこの安心して楽しみながら、はい、で子どもたちもそんな楽しんでる親の姿見て、うんうんうん、自分たちも楽しもうって、はい、自然となっていくみたいな、うんうん、で子どもが大好きな人も、うん、ここの場所にはいるんですよ、うんうん、大人が、うんうん、子どもが大好きな大人がいて、その大人が、うん、なんか絵本が大好きな人だったら自分が絵本大好きな絵本を集めて子供たちに読み聞かせしてたりみたいな、うんうんうん、絶対なんかお母さんとお父さんじゃなくて、うん、なんか子供が好きな人が集まる場所みたいな感じのを作りたくて、うんうんうん、でそれの今一歩目としてこのハッピーアクシス、うん、子育てアロマサロンを開いてなんかそういう大人を増やして、うん、一緒にこの広場を作っていこうぜみたいな感じで、なるほど、やるのが夢です。じゃあその一緒に、うん、そのハッピー広場やろうぜっていう、はい、この同じ思いを共感した人をどんどん、うん、このそういう思い伝えて、うんうん、増やしていきたいなっていう感じですか。はい、そうですね。あ、うんうんうん、なるほどなるほど。私もなんかそんな夢全然なくて最初は、うん、でなんか子育てにも悩んでたしこの保育の方法も悩んでたから、うん、で自分で本当にどんなしたら楽しくなるかなとかいろいろ独学とかこのワンファミリーの力借りていろいろ自分で確立していって、うん、で絶対なんか自分が楽しいことやったり、うん、なんかホッとできることやったらこういう夢とかも描けるっていう確信が持てたのでそれを伝えて行きたいし、でそれを伝えてこの人も実現したやってくれたら、うん、絶対ワクワクして生活が送れるっていう、うん、なんかいろいろ想像できてて、うんうん、そう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 、だからなんか、うん、なんかこのやっぱハッピーアクシスを始めた、はい、この始めて、うん、このやっぱゆかちゃん自身自分の経験を通していろんなこの伝えたい思いとかがあるんですけど、うん、やっぱり同じように、うんうん、この子育てをしているあのお母さんとか、うん、あとはそういった保育とか子どもに携わる人に対してそういうメッセージを伝えていきたいんですかね。うん、そうですね、子どもと関わるすべての人に、うん、なんか楽しく生きていったら、うん、それ子ども見てるよみたいなそれ子ども見てるから絶対なんか楽しく過ごしたら子供も楽しく過ごせるよみたいな。あ、なるほど、簡単に言ったら、そうそう、それを伝えたいです。なるほどなるほど、うんうん、この親の背中を見て育つみたいな、うん、みたいな、はいはいはい、あ、うんうんうん、このいや楽しく生きなさいよじゃなくて、そう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 、自分がそういうの楽しく生きてたら、うん、子供に言うんじゃなくて、うん、とりあえず自分でやったら、うん、子供は絶対見てるみたいな、うん、うん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 、そうですよね、うん、やっぱり、はい、うん、大人が、ね、お父さんお母さんが楽しそうに生きてたら、うんうん、自分たちも自然と、うん、ね、うん、楽しくなりたいとか、うん、いいな早く大人になりたいって、うん、なりますもんねきっと、絶対なる、うん、うん、と思ってる。いいですね、僕もそのハッピー広場、はい、ぜひ
ぜひぜひ、ね、できたらそこで遊びに行きたいなって、うん、遊びに来てください、ね、子供とも一緒に遊びたいなと思いますし、ちょっとあのメッセージの方いただいて、ツイキャスの方からヌンさん、うん、ハイタイということで、あ、ハイタイ、あ、ハイサイかはい、ありがとうございます。はい、こうやってなんかこのリアルタイムでメッセージいただけてすごいの、すごい嬉しいですね。すごいですね。あの実は初めてもらったかもしれないですこのメッセージ。そうなんだ。嬉しい。ヌンさんありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということでこのゆかちゃんは、はい、この今ワクワク大人塾の、はい、もう実はあの僕も同期で、はい、ゼロ期生で、ゼロ期生の同期として一緒に過ごしてたんですけど、ね、はい。このワクワク大人塾で、はい、このどんなことが印象に残ってますか？やっぱりなんか仲間と一緒に夢を語り合ったこととか、うん、仲間と一緒に体を動かして、うん、なんか励まし合ったこととか、うん、あ、いいねみたいな感じで、うんうんうん、やったことが一番思い出に残ってます。なんかどんな場所でしたか、ゆかちゃんにとって。大人塾は、はいはい、なんか背中を押してくれる場所でもあって、うん、で、応援してくれる場所、うん、かな。なんかどういうこの実際に経験がありました、この後押ししてくれるとか応援っていう部分では。あ、そうですね、あんまりなんか夢って大きな夢とか、うん、なんかあんまり描けなかったんだけど、うん、なんかこの周りのこの仲間が夢をどんどんなんか膨らましていくから、うんうん、あ、自分もなんかどんな夢でもいいんじゃないかみたいな感じのやつがあって、でなんかこの講師たちがなんかもっと膨らませられるよみたいな感じで、うん、でそれより今描いてる 夢よりもっとなんか大きく見たらどうなりたいのみたいな感じでいろいろ引き出してくれる、うんうんうん、からこの夢が本当にどん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 大きくなっていけたかなって感じ。伝わってる？はいはいはい、大丈夫。うんうん、このじゃあ夢をこの膨らませられるようにどんどんなってきた、うんうん、その前はどんな感じだったんですか？その前はなんか本当に目先のこと、うん、まず子供と楽しく過ごしたいなみたいな、うん、それぐらいの夢だったんだけど、うん、でなんかやりたいこととかもあんまりなかったんだけど、うん、なんかそれがなんか子供と楽しく過ごしてしたい、うん、で そしたら子供とどんな風に過ごしたいのみたいな、うんうん、でどんなして遊びたいのみたいな、うん、でそしたら子供はなんか一人で自分の子供だけでいいのみたいな、うん、なんかいろんな質問をもらいながら、うん、なんか自問自答しながら、うん、あ、なんかいっぱいいた方がいいなみたいな、うん、で自分一人じゃなくてもう保育士もこのお父さんお母さんとかも、うん、子供を持ってるとか子供が大好きな人、うん、いっぱいがいいなみたいな感じで広がっていったって感じですかね。なるほどなるほど、うんうん、でそのこの広がって、うん、この広がる前と、うんうんうん、なんかこの自分の中で変化ありましたか、この夢が広がった後。あ、なんか、あ、そうそうそう、だいぶ変わりました、うん、なんか前に進む勇気っていうか、うん、なんか夢を持っていることで、うん、なんか生きやすいっていうか、うん、なんかワクワクしてなんか進んでいけてる感、うん、進んでいける感みたいなのを味わうことが、うん、なんかその大人塾で、うん、なんか本当になんか感じたらワクワクするよみたいな、うん、あとね、なんか本当になんかこのハッピー広場があるみたいなやつをなんか毎日毎日イメージして、そのイメージ力がついて、うんうん、なんかこのワクワクしていけられるようになった。この目先のことだけ考えるんじゃなくて、うん、もうずっと先のことまで考えたら、うん、なんか道が見えてきたみたいな。あ、なるほどなるほど、うんうんうん、この、まあ、日常の そうそうそう瞬間瞬間から、うんうん、あ、
この理想の夢に向かって進んでるんだなっていうのが見えるようになってきた、うん、そうそうそうですね。なるほどなるほど。なんかこの自分の経験を通して、はい、うん、まあ、ワクワクと同じくゼロ規制として受けてきたと思うんですけど、はい、またどんな人にここに来てほしいなとか、そういうどんな人とかありますか？はい、大人塾はなんかこの前に進みたいって思ってたり、うん、なんか夢を応援してほしいって思ってる人とか、うん、なんか夢ってなんだろうみたいな、うんうんうん、なんかちょっと悩んでたりモヤモヤしてる人とか、うんうん、なんか自分らしさってなんだろうみたいな、うん、ちょっと悩んでるっていうか、うん、なんかこれでいいのかなみたいなしてる人がなんか受けることによって、うん、なんかその悩みって仲間の誰かは持ってる、同じこと悩んでるかもしれないし、うん、それで背中押してもらえると思うから、うん、なんかもう悩んでたら行ったらいいんじゃないって感じ。うん、なるほどなるほど。モヤモヤしてる人とか、そうそうそう、このね、うん、夢ってなんだろうとかね、そうですね、夢応援してほしいなみたいな、うんうんうん、ちょっとまたメッセージいただいてますね。はい。あ、西郷さん、パウエルこんにちは、西郷です。初めて聞いてるよってことで、ありがとうございます、メッセージ。ありがとうございます。はい、めっちゃ素敵な番組だねってことで、イエーイ、嬉しいですね。嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあなんかこの今ラジオ聞いてる人に向けて何かメッセージとかありますか？はい、なんか私も子育てとか暮らし、日々の暮らしになんかこのままでいいのかなみたいな感じのモヤモヤしてて、うん、でモヤモヤしてて自分でいろいろ独学、うん、みたいな感じでこの生き方とか自分らしさとかやって、うん、でまたさらに大人塾で、うん、もうなんか仲間と一緒に学んで、でもうこの塾の中で講師たちは、うん、もう自分の夢に向かってもう進んでいってるんですね、うん、だからその姿をもう前に進んでる人がいるから、うん、でその姿を見るとあできるんだって私は確信が持てて、うん、持てたからなんかもうこの日々モヤモヤしてる人が絶対なんかハッピーになれる、私はハッピーになれたから、うん、なんかこのモヤモヤしてる人私はハッピーにさせる自信があるんですねだから子育てとか暮らしとかに、うん、なんかモヤモヤしてたら、うん、この子育てアロマサロンに来て、うん、一緒にアロマ嗅ぎながら、うん、なんかアロマでクラフト、うん、ハンドクリームとかアロマスプレーとか作って、うん、なんか脳を少し柔らかくして、うん、なんかハッピーについてこの幸せについて、うん、なんか自分らしさって何かなみたいな感じでおしゃべりしながら、うんうん、なんかやったらハッピーにできる自信があるので、うん、ぜひハッピーアクシスに来てください。はい、ハッピーゆかちゃんがやってるハッピーアクシス、はい、そこでアロマ嗅いでね、はい、リラックスしながら、うん、自分らしさについて、うんうんうん、まあ、でもきっとモヤモヤが少しでも楽になるんじゃないかなって思いますけどね。なります。はい、ホームページの方で、はい、ハッピーアクシスっていう風に、はい、検索していただけたら、はい、つながれると思いますので、はい、Gmail にメッセージくれたら、はい、返事しますなんかこのそういったアロマセミナーみたいなのとかってやってたりするんですか？あ、はい、6月に20日、はい、にこの大人塾で、うん、計画してるので、うん、またその詳細もこれから載せていきたいので、はい、ホームページに、はい、お願いします。ぜひぜひということで、はい、はい、じゃあ今日この時間西平ゆかさんと、はい、夢実現ラジオで夢について話してきたんですけど、はい、どうでしたか今日は？なんか最初とっても緊張してたんですけど、はいはい、なんか喋りだしたらあなんか楽しいねみたいな思えたから良かったです。いいですね、僕も楽しかったですね。最初はすごい緊張してるのが、うん、触ったんですけど、そうそう、でもすごく
そんな緊張を感じさせないような、はい、おしゃべりでした。よかったです。はい、ではここまでゲストと一緒にお送りしてきましたワンファミリー平所のイメージ実現ラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。本日のお相手はワンファミリー平所とゲストの西平ゆかでした。はい、ありがとうございました。また来週お会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかでも普通にしゃべってない。それだからアホっぽくなかった。それがいたじゃない。いいよね。